はい、どうも皆さんこんばんは、モシンです。今日もですね、仮想通貨ビットコインのチャート分析をしていきたいと思います。今日が2020年の8月の1日ですね、今日から8月ということになりました。で、今日なんですけれども、ビットコインがですね、想像以上の上昇を見せておりまして、まあ非常に重要な局面に来ておりますので、まあ時間の関係でですね、今日は、ビットコインの、チャート分析だけにね、絞らせていただきたいと思います。まああとですね、今日、以前からですね、お伝えしていた通り、オーバービットさんですね、海外取引所のオーバービットさんの CEO の方であるCさんと言われる方ですね。はい。まあ、その CEO、オーバービットをですね、一から立ち上げた社長の方とですね、今日対談動画を撮りました。で、その内容はですね、本当にね、非常に有意義なね、濃い内容をですね、撮ることができました。まあ、いろんな質問をですね、聞いて、本当に皆さんにね、有益な情報ばかりをですね、聞き出すことができましたので、まあ、その動画のですね、編集とかもあって、今日はね、サクッと、お伝えしていきたいと思います。ちなみに対談動画はですね、まあ、明日にはね、おそらく、アップロードできると思いますので、ぜひね、明日の動画楽しみにしていただければと思います。で、今日なんですけれどもね、まあ、今ビットコインがね大きく上げてきているということでチャートを映しましたけれども、今の価格ですね、11,620ドル付近までですね上がってきているということで、まあ、一時ですねもう少し上げていたんですけれども、まあ、今若干反発してきているような、そういう状況になっております。で、一応ですね、昨日の動画、僕の動画をですね見ていただいた方はもう詳しくね、詳しくトレード戦略をですね、昨日はお伝えしたと思います。で、昨日の動画をですねしっかり見ていただけた方は、今日はですねかなり、利益がですね取ることができたんじゃないかなということで、まあ僕もですね、まあ一定のね利益を得られたということで、今日はですね、まあ今日の復習ですよね。はい、今日のどういったトレード、どういったところが、注目のポイントになってエントリーすることができたのか、で、利確はどこでしたのかっていうところですね。まああくまで僕のトレードの、お伝えになりますけれども、そういったところをですね、お伝えした後に、じゃあ今後ですね、直近短期的なところでどこまで上昇する可能性があるのかっていうところですね。あとはどういうところを狙っていけばいいのかっていうところをですね、まあ戦略的な部分になりますけれども、お伝えしていきたいと思います。あとはですね、日足レベルで見ていったときに、じゃあ今後ね、まあ、どこまでこれ上昇するんだと。まあ、短期的には、まあ、ある程度ね、直近のところで、例えば明日ね、1万2000ドルとか、そういったところまで上がるかもしれないっていうところは言えると思うんですけども、じゃあ本当に、数日ですね、来週中とかにどこまで上がる可能性があるのかっていうところ、そういったところもですね、皆さん気になるかなと思いますので、それはですね、日足レベルで過去チャートを見ながら、どういう展開予想されるのかっていう部分をですね、合わせてご紹介していけたらなというふうに思っております。ビットコインはですね、円建てとドル建て両方ね、解説していきますので、ぜひね、参考にしていただけたらというふうに思います。はい、それではですね、チャート分析の方入っていきたいと思います。はい、それではですね、ビットコインの4時間足を映しております。ドル建てからですね、やっていきたいと思います。今の時刻がですね、20時10分。今のビットコインの価格が 11,620ドル付近ですね。日本円で言うと1,233,000ぐらいのところを推移している状況です。はい、で、ビットコインですけれども、今日のですね、昼の1時から一気にね、上昇してきました。ちょうどね、チーさんと、オーバービットのチーさんと対談動画を撮っている最中ですね、どんどんね、じりじり上げていったというふうなですね、展開になっております。今日の昼からの値動きでですね、11,300ドルぐらいでいたところがですね、一気に今11,600ドル、まあもう少しね、最高値としては11,700ドルまで上がったんですけども、今若干反発してきているという状況になっております。で、昨日の動画でお伝えしていたポイントとしてはですね、いくつかこうシナリオを考えないといけないねと。これはまあ昨日の動画に限らずですね、トレードしていく上でいろんなシナリオを立てながら、そのシナリオ通りになった時にこういうエントリーをしてこういう決済をすると。で、もう一つのシナリオになった場合は、こういうエントリーをしてこういう決済をするみたいなね、そういうシナリオをですねいくつか立てながら、それに合ったですね戦略を立てておいて、あとはその通りになるのを待つみたいな、そういうですね戦略を立てていかないと当然ねいけないわけなんですけれども、まあ昨日立てたそのシナリオのですね一つがまあうまい具合にですね機能してくれまして、まあこれはね入りやすかったんじゃないかなと思いますね。で、ポイントになったところがですねどこかというと、一応ですね僕が直近でですねお伝えしていたポイントとしては、ここの最高値付近ですよね、このあたりのラインでどうなるかということをですね言っていたと思います。で、まあ、意識されたですねこの水平線を抜けましたよね。で、一気にまあ、日本円で言うとですね
120万円付近までね、乗せてきたということですね。で、120万円は大台というか、直近最高値ということで言っていましたので、そのあたりまでですね、一気に抜けた後に戻してきたポイントですね。これは本当にラインブレイクのですね、王道ですよね。はい。こういったところ、ラインブレイクのですね、狙っていくっていうのは昨日の動画でもお伝えしてきたポイントかと思いますけれども、まあそういったところをですね、しっかりね、狙えた方は、ここの一本のですね、上昇ですね。だから、日本円で言うと124万とか、125万手前でしたかね。そのあたりまではですね、まあ僕も取れることができたし、皆さんもですね取ることができたんじゃないかなと。まあ今まだねポジションを持っている方はですね多いと思いますけれども、僕はですね一旦こういう場合は利確しておいきます。固い戦略というか、負けないように戦うのがまあ僕の大切にするところですので、まあそういったところでまあ一旦ね利確したというふうな状況になっております。で、今後ですね、まあ、ここまで上がった相場なんですけれども、どこまで行くかという部分なんですけれども、当然ですね、まあ、以前から言っている、1万2000ドルですよね。ここですね、1万2000ドルのこのラインですね。あ、ちょっと、ポインターがないので、ここのラインですね。ここの1万2000ドルが、直近ね、レジスタンスラインとして控えているわけですね。で、1万2000ドルっていうのは、なんでそんなに意識されてるのというところなんですけれども、ちょっと引いた目線で見たときに、かなり引きましたけれども、ここですよね、このポイント、ここで意識されたんですよ。ここですね。で、これは何かというと、2019年のですね、8月頃ですね。で、2019年っていうのは、6月にですね、一気に、最高値1万4000ドルぐらいでしたかね。そのあたりまで上昇して、で、まあ、書きますかね。一気に上昇しましたと。1万4000までね。で、その後一気に下げてきて、2回目戻したんだけども、それも、高値更新することができずに、3回目上げてきたけど、それも更新できずにっていう、こういう相場を作ったわけですよ。で、これのですね、3回目のところ、このあたりがですね、ちょうど、1万2000ドルなんですね。で、今これをこう横に引っ張った時に、コロナショックで落ちてから、こう、だんだん上がってきて、今この辺にいるというふうなね、まあ、こういう状況になっているわけですね。まあ、なので、この1万2000ドルっていうところはですね、まあ、この3段下げっていうんですかね、3回下げたうちの、まあ、一番低いところですね。で、この後、まあ、次の山っていう感じでですね、水平線引かれていくわけなんですけども、とりあえず、直近の一番低い山として1万2000ドルが、まあ、ラインが引けるというふうなね、形になっておりますということですね。で、直近、まあ、戻していくとですね、ここが、まあ、その1万2000ドルなんですけれども、じゃあ直近ですね、ここまで行くのかどうかっていうところですね、このあたりはデコボードをちょっと見ていくとですね、ビットメックスは見ますと、1万2000ってここですよね。ちょっとまだポイントが出てないんで、申し訳ないんですけど、1万2000ありますよね。はい、1万2000のところが若干、厚くなっていると。それがまあその上で1万2300っていうのもありますけれども、まあ1万2000付近がですね、概ねこう厚くなっているような形になっているわけですね。で、一方でですね、買い板見ていくと、売り板もまあ若干厚いかなというふうな状況もあるんですけれども、まあ1万1500とか、まあ1万1450とかですかね。はい。11,500 っていうのは、まあ、このあたりですよね。はい。まあ、直近最高値、以前の直近最高値だったところ。で、今回ですね、そのポイントを明確に今抜けてきまして、一旦戻したところを狙っていくと。まあ、これも、押し目買いですよね。なので、まあ、今からですね、僕は今はね、ノーポジなんですけれども、今からね、やっぱり一旦戻してくるようなポイントがあれば、そこはしっかりね、狙っていけるんじゃないかなというふうにはね、思っております。まあ、そのままですね、一気に行くかどうかはわかりませんけれども、まあ、やっぱりね、直近のところ、1万2000までのですね、売り板っていうのがさほどまあ、厚くないと。まあ、1万2000のところがですね、売り板、まあ、若干厚くなってきていて、その上がですね、まあ、もうないですよね、売り板が。っていうことは、やっぱり1万2000を上限として、ショート勢がですね、売りを狙っているわけなんですよ。で、そんな中ですね、買い板見ていくと、まあ、やっぱりね、買い支えもされているっていうのが状況よくわかりますよね。で、まあ、今の相場展開見てもですね、非常に強いような展開になってきていると。そういったところを見ていくとですね、やっぱり上限、1万2000ですね、直近のところは1万2000まではね、まあ、行くんじゃないかなというふうな予想が立てられると。で、今からですね、買っていくのもありですけれども、いつも動画で言っている通り、100% で、一気に投じるのではなくて、やっぱり分割していくことで、余裕を持った、心理的にも余裕を持ったトレードができますし、あとはまあ平均取得単価もですね、もし押された場合はね、まあ下げることができるということなので、やっぱり分割してエントリーしていく分にはですね、リスクを下げたトレードになると思いますので、ここはね、非常に有効かなというふうに思っています。特にこのような相場ですね、はい、心理的な部分
分がですね大きく影響する相場です。特にどん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 上げていってる相場っていうのはやっぱり乗り遅れないようにしないといけないっていうね、そういう気持ちが強いわけですよ。そういった中で、例えばねこういったところでロング入りますと、ここでロング入った方っていうのはずっと持っておけば結局ね今日の高値更新でですね、まあ利益が出ているわけですよ。これぐらいねこの幅利益が出ているわけですけれども、じゃあここの含み損耐えれますかっていうところなんですよね。で多くの方はやっぱりここで落ちてきた時に、全力入れてる方はですよ、全力入れてたら、これダブルトップなんじゃないかと、ダブルトップ言っていましたよね。ダブルトップができて、一気にこの辺まで下げるんじゃないかみたいな、そういうね恐怖心に駆られてしまって、一旦損切りしようと、もう損切りしておこうということで損切りしたら、その瞬間ですね上に行くみたいな、そういう展開になるわけですよ。なのでやっぱりこういったところはですね心理的な部分がかなり影響しますので、分割していって ショーロットですね、分割していって、心理的な余裕の部分を、まあ、残しつつですねトレードしていくっていうのが今ね一番求められるところなんじゃないかなというふうに思っております。じゃあここまではですね短期的な部分ですね、短期的な戦略をお伝えしてきましたけれども、じゃあ日足で見ていたときに、来週中ぐらいにですねどこまで上げる可能性があるのか、これ今ね日本円で言うと123万まで、123万4万というところまでですね上がってきていますけれども、これ150万までじゃあ行くのかどうか、そういったところをですねちょっと日足に切り替えて見ていこうと思います。はい、こちらですね日足チャートになります。ちょっとねごちゃごちゃしていてラインが引きまくっていてですね見えにくいかもしれませんけれども、2019年ですね、ここです、ここの最高値が 14,000 付近までつけました。日本円でいうと150万円付近まで上昇しましたよね。これがまあ直近最高値と言われております。でこれつけたのが2019年の6月の26日なんですよね。でここってねバブル相場っていう風に言われました。バブルの最大だとまでね言われたんですよ。でっていうのもやっぱり1日のですね上げ幅が半端じゃなかったし、どん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 ね高値を更新していったわけですよ。もうとどまることなく更新していったわけですね。まあそういったところからもバブルの最大だという風に言われたんですけれども、じゃあこれってねどれぐらいの期間でこんだけ上げたのかというところなんですよね。で、そこを見ていくと、例えばですね2019年6月の、12日までっていうのは7000ドルから8000ドル付近の、9000ドルか、9000ドル付近のところでですね、レンジになっていたわけですよ。まあ、こういうところですね。ここまでまあ、ずっとこう上げてきて、一旦こう揉み合うような展開が見せていたというのがですね、これ2019年6月の12日までなんですよ。で、13日からですね、上げ始めました。で、最高値、ここですね、1万4000ドル付近までつけたのが6月の26日ということで、まあ、13日ですよ。13日間で、最高値、150万まで上げたわけですよね。すごい上げ幅です、これは。そこから見ていくと、今の相場ですね、まあ、ちょっと戻ってみますと、7月の20日ぐらいまでですね、ずっとこれ横ばい続きましたよね。まあ、記憶に新しいと思いますけれども、まあ、三角持ち合いを作ってですね、どっちに行くんだと、これ一旦下げる可能性もあるんじゃないかみたいなね、そういうハラハラドキドキの展開があったわけですけれども、動き出したのがですね、7月の21日ということで、そこからですね、どんどん上げてきているわけなんですけれども、今日がですね、8月の1日と、いうことで、7月の21日からカウントすると、今日で10日か11日ぐらいですかね。はい。10日か11日目ぐらいなんですよ。で、2019年の相場っていうのは13日で、150万まで上がったと。まあそういったところから考えると、あと2、3日のうちにですよ、これがどん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 上昇していって、どん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 こういう風に上昇していって、3日4日以内にですね、1万4000ドルまで到達するっていうシナリオは全然なくはないんですよ。ここを見ていただくと、この上げ幅ですよ。この上げ幅が13日の間に起こったわけですよ。この上げ幅っていうのは、ここで行くと1万4000までよりも高いところになります。多分これぐらいまで行くんじゃないかな。まあ、こんな感じですよ。これとこれがイコールだとしたら、13日でここまで上げる可能性があると。まあ、上げたということですね、過去は。まあ、そういったところからするとですよ、まだまだ上がる可能性っていうのはね、十分考えられるわけですよね。なのでまだまだねこれは上げる可能性があるということなんですけれども、ただね僕はやっぱりねもう皆さん煽るようなことは絶対に言いたくないので、上げる可能性はありますよ。それは過去の値動きから見ていくと当然上げる可能性はあるわけですよ。過去上げたんだから、今回も上げないというふうにね断言することは誰にもできないわけですよね。相場なんで何があるかわかりませんので、上げる可能性はあると。ただやっぱり注意しておかないといけないのは、ここはねかなりの上げ幅、ここ上げたんですよ、13日間の間に。ただねその後の暴落が非常に怖くて、まあ以前のね動画でもお伝えしたかと思いますけれども、
最高値ですね、$14,000付近ですね。まあ、約$14,000だとして、$14,000つけた相場が、1週間ぐらいのうちに9,600まで下がったんですよね。これ$4,000以上下げたわけですよ。40万円以上下げたっていうことですね。それがどこで起きるか、これは分からないんですよね。例えば今から落ちる可能性だって分からないわけですよ。これは相場なのでね、誰もね、断言することはできない状況なんですよね。そういったボラティリティの、大きさがですね、今後、起こるよと。ここまでね、100万円を超えて、まあ1万ドルも超えてっていう状況の中で、ボラティリティっていうのはですね、今後どんどん大きくなってきます。そういった危険をはらんでいるっていうところはですね、常に考えておかないといけない。だから、僕はですね、小刻みに刻んでいくんですよね。で、損切りラインもしっかり明確にして、言ったら上げ相場なんで、仕込んでおいて、まあ、含み損耐えれば、ずっとまあ、上がっていく可能性はあるわけですよ。ただし、4000ドルの暴落に巻き込まれちゃったら、さすがにもうそれは、僕の心理状態でももう無理だし、耐えられないわけなんですよね。で、そういったところで、やっぱり初心者の方っていうのは多くは、損切ってしまう。もしくはずっと持ち続けてしまって、本当にね、ロスカットまで行ってしまうみたいな、そういう展開になってしまうので、そこはですね、上にもね、どんどん行く可能性あるけど、それが、天井を打った時に大きく下げる可能性があるっていう恐怖っていうのはですね、しっかり頭に入れておかないといけないと僕は思っております。なんかこう持ち上げるだけ持ち上げてね、最後いきなり落とすみたいな感じになってしまいましたけれども、まあそれぐらいね、危険があると、期待もあるけど危険もあるっていうことはですね、まあ常に頭にね、置いておかないといけないかなというふうに思っております。じゃあ価格帯だけですね、円建てでも見ていこうと思います。はい、こちらですね、円建て4時間足ビットフライヤーのチャートですね。はい、昨日の動画で言っていたポイントとしてですね、ここのラインを明確に上抜けて押したところを買っていくと、ここの戦略ですね。はい、ここが、まあ、当たった方は良かったんじゃないかなと思います。だいたいこれが、まあ、120万円弱のところで、一旦ね、揉み合った後に一気に上に抜けたというふうな展開になっております。今の価格がですね、1235,000円ぐらいのところなんですけれども、まあ、今後ですね、先ほども言っていた通り、12,000ドルのラインですね、ちょっと引くのは忘れていましたけども、ここのあたりですね、126万円付近まではね、上昇するんじゃないかなというふうに思っております。で、今ね、若干こう揉み合っている展開は、4時間足ではですね、分かりにくいので、1時間足とかね、30分足とかで見ていって、短期的なところでしっかりね、これはもう反発するだろうと、サポートされただろうというふうなですね、ところをしっかり狙っていくっていうふうなですね、戦略でやっていくべきかなというふうに思っております。まあ、展開がですね、今早いので、やっぱ4時間足で見るとなかなか見落としてしまうっていうところもね、多分あると思いますので、しっかりね、短い足でも確認しておくということをですね、やっていただければというふうに思います。で、126万まで上げた後はですね、まあ日本円でいうと130万円のところがですね、過去の値動き含めてですね、意識されているラインになりますので、126万抜けたらね、130万ぐらいまではまあ上昇する可能性があるかなというふうに思っております。で、そういった中でまあ上昇していく過程においてですね、一旦戻すポイントっていうのは多分ね、あると思います。で、日足とかね、そういう長い足ばっかり見ていくとチャンス見落とす可能性ありますので、先ほども言った通りですね、短い足もしっかりね、セットにしてですね、合わせて見ておくっていうのが今の相場非常に大事だというふうに思います。はい、ということで価格帯だけですね、円建てでお伝えしてきました。まあこれほどね、上げた相場なので、どこで止まるかっていうのは本当わからないんですけれども、一旦戻してきても僕はおかしくないとね、思うんですよね。まあただその辺はですね、予想していってもいけないので、しっかりね、上げる場合、下げる場合、いくつかのシナリオを持ってですね、それぞれのエントリー戦略、それから出口戦略ですね、そういったところまで考えていくのが今の相場非常に大事だと思いますので、まあ危険な相場だっていうことは大前提の上で、しっかりね、戦略を練りながら待つところまで待って、自分が入りたいところまで待って、エントリーしていくっていう風なですね、ことを、心がけていただければという風に思います。はい、それではですね、今日の動画はここまでにしたいと思います。明日対談動画ですね、しっかりアップしていこうと思いますので、ぜひね、チャンネル登録していただいて、またグッドボタンですね、評価いただければですね、またチーさんとね、今後も定期的に、ね、対談動画撮っていただけると思いますので、ぜひね、そういったご協力もいただけたらなという風に思います。はい、ということで今日の動画はですね、ここまでにしたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。